どうもー、ヤマトランクスです。テイルズ・オブ・ベルセリア、続きからやっていきたいと思います。今回はローライネの塔の前まで来ております。ここは大麻種の訓練施設らしいですね。どんな罠が待ち受けているんでしょうか。早速進んでいきたいと思います。おお、広そうだね。大麻種の塔、ローライネ。おお、なんか雰囲気出てますね。神聖な場所って感じがします。とりあえずぐるっと回り回ってみましょうか。あ、階段がありますね。宝箱がありますんで取っていきましょう。上に行けばいいのかな。登っていきます。アイゼン、アイフリードはいつどのようにして失踪したのですか。そもそもあなたとアイフリードの出会いは。前から思っていたが、お前はやけに俺たちを詮索するな。え、そういうつもりはないのですが。すみません、重節感の職業病というやつでしょうか。しまった、あからさまに情報収集しすぎた。まあいい。アイフリードが失踪したのは約1年前だ。結構経ってるんですね。あいつは何者かに決闘の呼び出しを受け、俺たちに隠して一人で指定された場所に向かった。気づいた俺たちは決闘の場所に駆けつけたが、そこには激しい戦いの痕跡とペンデュラムだけがあった。その決闘の相手がザ・ビーだ。武器、そしてアイフリードとやり合える戦闘力を考えると、おそらくな。ゲセンノはノラ精霊と戦ったアイフリードがなぜ清涼に捕まって監獄島送りになったのかじゃな。監獄島に収監されていたのですか。そのようじゃ。そして大麻種メルキオルが別のどこかへ連れ去ったらしいわ。またメルキオル様が。清涼がアイフリードを捕獲したなら1年前に大きな動きがあったはずだが。いえ、私は巡察官でそういった戦闘作戦には関わっていないのです。あ、でもその頃大勢の大麻師が負傷した事件がありました。詳細が不明だったので調べようとしたのですが、大麻師部隊の出動記録すら確かめられなかった。そして突然調査を打ち切るよう命令されました。メルキオル様から。怪しい匂うな。隠したい何かがあったからじゃろうな。点がつながり、うっすら線になってきたの。その線には清涼が絡んでいる。はい、何やらきな臭いですね。登ってきたけど、そのままどんどん上に登れそうですね。小部屋がある。なんだろう、ちょっと明るい部屋ですね。え、誰か捕らえられてる。え、アイフリード。あれが海賊アイフリード。あっさり見つかったけど、こんなあっさり見つかるの？本物？アイゼン、久しぶりだな。生きてたんなら手紙くらいよこせ。お前、男に手紙出したことあるのかよ。弟以外には一度もねえな。弟？ああ、そうだったな。弟いるんだ。おお、なぜだアイゼン。俺に弟はいねえ。だよね。偽物か。下手な幻覚は。え？おとり役助かったぜ、副長。ザビーだ。出てきやがれ、じじい。メルキオル様、わしの二重現実を破るとはな。二度も同じ手食うほど間抜けじゃねえんだよ。以前逃したのは失策だった。今回はそうはいかんぞ。え、戦うの？私はなぜここに？意志が戻った。あれの力か。おーおーおー、ごまかした。え、ごまかしたよ。精霊をゴーマに、まさかそんな。そんなことできるんだ。特等大魔師メルキオル。死神の力が連鎖させたか。大した負の影響力だ。逃がすかよ。ちょっとワイバーンが来るぞよ。俺たちが尻拭い？やれやれだぜ。大魔師がゴーマを生み出すなんて。まあやるしかないね。相手はドラゴンだぞ。悩むのは後にしろ。痛い昆虫袋。とどめバランススライド。交換できてしまった。交換しまった。ほらちょっと待って。ちょっと戦いにくいなこいつ。めちゃめちゃ戦いにくい。ジルクラッカー霊視解放。ナイスヒヨギ。秩序をもたらせ。ファインドオーダー。守れ黒飛び霊神ガード。つむじ月下セイヤ。交換できてしまった。強くないこいつ。ガードが6でいけ。ほらキル結構ダメージ入りますね。よいしょ。3体いるのは結構厄介ですね。ほらよしダウン取った。ほらチェンジ。本獣袋。どうや本獣袋。いやサクッと一体やりたいね。もうちょい。本獣袋。ほら美容儀放っちゃうよ。レイサルペイン。まずは一体ってとこですね。まあ、数を減らしてしまえばあとはボコボコにできると思われます。このまま強引に押し切っていきたいと思います。本獣袋。ほらわお。しぶといさああと1体。昆虫袋。オッケー。策に溺れるってやつだな。え、弱くないジジイ。溺れたのはどっちかな。何なんか怖いんだけど。もう一匹は私がやる。何なんかありそうだね。どういうこと。レジェンドワイバーンを助けた。あっさり殺しやがって。それがてめえらの流儀かよ。素晴らしいジークフリート。まさに求めていた力だ。なんかやばそう。何目的は達した。何をしやがった。待ちやがれ。奴らを追うぞ。まだまだ何かありそうですね。これでこの場所終わりかと思いきや、あいつらどこ行った。探せ、まだ近くにいるはずだ。上に登っていけばいいんでしょうか。とりあえず行きましょうか。上だよね多分ね。下ってことはないよね。こっちはここも小部屋があるけど、お宝があるぐらいですかね。アルバート、なんか武器ゲットしましたね。あとはスピリットと植物ぐらいですかね。よし行こう。メルキオル、めちゃめちゃ不気味な存在ですね。あいつ何考えてるかわからないし、いろいろまだ隠してそう。おっ、猫スピ足りないね。仕方ないから先を急ぎたいと思います。あそこ扉が見えますね。行きましょう。なんかスピリットこれ溜まりそうだな。微妙に足りないかな。140は足りないね。お宝、シンプルリボン。開かないよここ。ここじゃないってこと。ちょっと地図見よっか。下の方になんかある。特に何もなさそうだな。とりあえず外出てみるか。一旦外出ますよ。イベントですね。じじいのくせに逃げ足が速え。無事だったんだね、ザビーダ。俺はな、だがあいつそれにこだわってたみたいね。特等大魔師が本気を出せば奪うことだってできたはずだけど。奪う必要はない。それに秘められた術式さえ読み取ればの。瞬きするほどの間に術の仕組みを読み取る術がある。あやつの得意技じゃ。引くときに目的は達したと言っていました。用途は用と知れぬが、別大陸よりもたらされた未知の技術を清涼は必要としておるのじゃろう。だったらその用途とやらをぶっ潰すまでだ。一つだけ聞かせろ。なぜジークフリートを持ってる。頼むって渡されたんだよ。大魔師部隊に刺激されてアイフリード捕獲作戦に駆り出された時にな。ザビーダも刺激精霊だったの。カノ主の領域で無理やり意志を抑えつけられてた。だがアイフリードが撃ったこいつの一撃で目が覚めたんだ。そっからのアイフリードとの喧嘩は最高だった。あいつ人間のくせにやたら強くてよ、魂が震えたぜ。なのにジジイが現実で割り込んでアイフリードをさらっていきやがった。気に入らねえんだよ、人の意志に小細工しやがって。なぜジークフリードではなくアイフリードを連れ去ったんだ。探してるお宝がこれだと知らなかったんだろうよ、その時はな。狙いに気づいたアイフリードは連れ去られる直前、ジジイの目を盗んで俺に起こしたんだ。これが俺の知ってる全部だ。信じようが信じまいが勝手だがな。ならいい。はあ、いいってお前。アイフリードは信じた相手にしか頼むと言わん。そうかよ。お前これからどうするつもりだ。探すさ、アイフリード。こいつを返してあの時のケリをつける。けど残された時間はあまりなさそうね。察するにメルキオルはさっきまでジークフリートの正体を知らなんだ。それはすなわちアイフリードから何も聞き出せていなかったことの証じゃ。その必要がなくなった今、アイフリードを生かしておく必要はない。分かってんだよ、んなことは。アイフリードを救うというのなら共に戦えばいいじゃありませんか。てめえらとは手は組めねえな。どうして？てめえらは目的のためなら殺せる。あいにく俺は喧嘩屋でな、殺し屋じゃねえんだよ。どんな命も奪わねえ。そいつが俺の流儀さ。俺も海賊の流儀を変える気はない。流儀、譲れない大事なことがあるんだ。アイゼンにもザビーダにも。人間と同じように。いやー、ザビーダ仲間になるかなと思ったんですけど、ちょっと相入れなかったですね。助っ人を見ていきましょう。それにしても驚いたのう、メルキュールの現実は反則じゃわ。戦いに反則も何もないでしょ。正義の大魔師が使うにはえげつなさすぎるということじゃよ。確かに幻とは思えないほど現実味があった。かけ続けられたら現実と幻の境目がわからなくなっちまうだろうな。もっとも現実と変わらん幻の中で生きられるなら、かけられた本人は幸せかもしれんがな。ふん、そんな幸せクソくらいだ。そうかい。現実なら相手に肉体的ダメージを与えずに済むという見方もあります。人道的ってわけ。さすが清涼ね。メルキオル様は清涼創設以前よりアルトリウス様の右腕として活動されてきた立派なお方です。組織編成から防衛戦略、政治的折衝まであらゆる実務を統括遂行されてきた。敵対する相手にさえも最大の配慮を払っていると考えれば味方の精霊はドラゴンに変えたわよ。あれは。体の傷は治るが心の傷は癒えぬぞ。その通りですが。そうしょげるなよ、エレノア。えげつないのは事実だが、攻めてるのはゴーマや魔女。どっちもどっちだ。励ましてくれるのはありがたいですが、大魔師としては喜べませんよ。はい、ではどうしようかな。町に戻ればいいのかな。とりあえず町に戻ってみましょうか。また考え事してるのか、ライフィセット。うん、ジークフリートは別大陸から来たものみたいだけど、六郎は知ってる？いや、俺はもっぱら剣ばっかりでな、あの手の道具には疎いんだ。そっか。でもすごい道具だったね。ザビーダの使い方からの推測じゃが、あれは力を増幅させる道具じゃな。力を増幅。確かに自分に打った時強くなったね。瀕死のレジェンド・ワイバーンも逃げる力を得た。だがメルキオルの現実は弾け飛んだぞ。あれも増幅じゃ。術の源である精霊の力を限界以上に膨らませてパン。さじ加減一つで毒にも薬にもなるってことか。扱いの難しい道具ね。問題はあれを使って何を企んどるかじゃが、ま、どうでもいいがの。清涼のね、企みはいまいちわからないですね。これからどんどん判明していくんでしょうか。さあ、助っ人が来てるんで見ていきましょうか。ライフセット、一つ聞いてもいいですか？何？メルキオール様の現術で現れた傘の女の子、あの子はアイゼンとどういう関係なのでしょう。アイゼンには直接聞ける雰囲気ではなくて。わかんない。僕も気になってたんだけど。でも可愛い感じの子だったよね。ははー、ボウはああいうちょっとすましたキレカワ系がタイプだったのかい？そうだったのか。俺はてっきりベル。うわ、やめて。どうしたの？ちょいとデリケートな話をしとったんじゃよ。具体的に言うと、ボウの初恋相手について。へえ。違うってば。現実で現れた傘の女の子は誰かって話だよ。ガサの子か。あのアイゼンが今日疲れ動きを止めた。よっぽど大切な人なんでしょうね。じゃな。しかもかなり複雑で深い関係と見た。おいおい、つまり別れたくても離れられない奥方、もしくは生産不可能な愛人。極端すぎるだろう。っていうか若すぎる。いやいや、勝手気ままな海賊にふさわしいのはボロクズのように捨てた、もしくは捨てられた偽りのなしか知らぬ女との間にできた娘とか。実は結ばれなかった初恋相手が亡くなってて、その娘を何も言わずに引き取った可能性も。ベルベットが乗っかってる。お互い別の人と結婚した後に真の恋心に気づいてしまった幼なじみとか。こいつらどんな恋愛観してるんだ。ライフィセット、とにかく女には気をつけろよ。女性陣の妄想力すごかったですね。さあ進んでいきましょう。さあレニード港まで戻ってまいりました。入っていきましょう。目的地は港の方ですかね。ちょっと見に行ってみましょうか。いやー、久々に町に戻ってきた気がする。なんか清涼の大麻種が増えてる気がするけど、気のせいではないよな。なんだ、この前大しけで流されて第4種管理地区の島に行ったんだが、噂通りやばいとこだったぜ。嵐が収まるまで船着き場に泊まりたかったんだが、海が水飴みたいにドロドロし始めてよ。クラゲの化け物みてえなのは甲板に上がってくるし、ふと見りゃナメクジが海泳いでやがんだ。ナメクジは塩水に弱いでしょ。俺もそう思ったんだけどさ、ウミウシでもナマコでもねえし、いやーおっかなくてよ。まあ近寄らないに越したことはねえが、もしあの島に行くならドロドロには気をつけな。第4種管理地区って言ってたけど、どういう場所なのかな。清涼が決めた対ゴーマ戦略上の区分で、どの程度ゴーマを制圧できたかの目安なんです。第1種から第3種までは大麻種が適宜配備され、安全が保障されている地区です。つまり第4種は安全の保障ができてない。本来なら王国全土の安全を保障すべきですが、手が回らないのが実情です。辺境や離島などは大麻種を配備せず、立ち入り制限を行うことで被害を防いでいるんです。船の連中は島の近くまで行けたと言っていたが、立ち入り制限ってどうなってるんだ。危ないから行くなぁとお触れを出しておしまいじゃよ。離れ小島を囲えるわけでもないしのう。禁じた場所へ行くのは勝手じゃが、助けにはいかん。泣くのが嫌なら近寄るなというわけじゃ。そもそもゴーマを制圧できていれば渡航を禁止する必要なんてない。本音では清涼も近づきたくないんだろう。清涼もお手上げの危険地帯ってことか。放置しておきながら管理とは、これいかに。第4種管理地区ってたくさんあるの。私が清涼査察官として聞いたことがあるのは全部で10カ所です。その10カ所の正確な位置も現在の様子も分かりませんが、清涼が撤退したんだ。おそらくよりヤバい場所になっているだろうな。そこへ行くならしっかり準備しないとだね。第4種管理地区へ行けるようになりました。あまり行きたくはないな。やり込み要素ってことですかね。とりあえず目的地に行きましょうか。副長、無事だったんですね。心配かけたな。船長の件はやはり偽物だった。だがアイフリードはまだ生きている。当たり前ですよ。残された時間は多くはないがな。どういうことだよ。いらんこと言うな。焦るな。事情は後で話す。アイゼンも焦らないでね。全員サレトーマは飲んだな。もちろん。くたばったやつはいねえだろうな。みんな生きてますよ。副長の呪いに比べたら海賊病なんてちょろいもんさ。よし、出航準備に取り掛かれ。とっくに終わってますね。いつでも出られるっての。海賊の流儀か。悪くはないの。エレノアちゃんも思うところがあるようですね。うん。さて、これからどこに行けばいいんだろうか。ろくでなしどもの復活は完了だ。今度こそイズルトへ行こうぜ。あ、そっかそっか、イズルトに行くんでしたね。うん。あ、行けるじゃんこれ。第4種管理地区、ドロドロに気をつけろとの情報あり。へえ。とりあえずイズルトに行こっかなーっていうところで、今回はキリがないのでこの辺にしておきましょうか。次回はイズルト港に向かっていきたいと思います。また次回もご覧ください。